どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回の企画は、塩吉のプロフィール帳を完成させたーいということで、今回の参加者、こちらとなっております。仕掛け人として、塩張環奈、鈴の音愛ら、白銀のハト、日向伊織、ターゲットとして塩吉さんという感じになっています。そして、仕掛け人の4人には、5種類の質問があります。これを塩吉さんに答えさせることで、1ポイントって感じです。ただ、その質問の中にひどい質問もあります。NG 関連はが流れるかもしれないんで、そこだけご了承ください。では本編へどうぞ。塩吉さんのことをもっと知りたいな。前半の割と見てたけどさ、知れた？おっとおっとおっと。知れた。俺を？知れたかな。配信じゃ聞けないこととかねあったから。踏み入れづらかった。酒飲みながら聞きたいなーって。鳴り響く。ああ、なるほど。ああ、怖いなー。おもろ。ジュエさん、あれ、貯金とかっていくらですか？意味がわからへん。貯金いくら持ってるんですか？何を聞かれてるんですか、僕は。何とかないんですか？旅行行きたいとか。怖っ。急な角度。海外逃亡しようとしてる俺。そんなわけない。海外じゃなかったら、無人島やったらどこに行きたいんですか？わけがわかんねえよ。無人島だったらどこに行きたい？イギリスらへんが。国やったらイギリス。国やったらイギリス。え、じゃあ仮にさ、あれ100万当たったらパソコンとか買いたいの？そりゃそうだろう。100万でいっちゃ何欲しい今？100万で？いや、マジで、普通にパソコンと、自分の配信の身の回りの、絵が足りないから、俺、サムネの。めっちゃいい。ってか、塩吉さんってカフェ巡りとかはしないんですか？いや、わからんな。いや、男の人たちってさ、あんまりカフェ行こうみたいな。そこはないよ、普通に。ないんか。じゃあ、普通に性格的には、なんか男っぽいみたいな性格なんですか？僕？まあそうかもな。なんかあんま嬉しくないかもよ、俺は。嬉しくはないですね。嬉しくはないな。じゃあ性別に違和感はないと。当たり前だろう。何を確かめないかもしれないじゃないですか。何を確かめてんねん。信頼されてる。怖い。ちょっとじゃあ男の子。塩さんって身長とか体重とかって公表してるんですか？いや、公表してないな。そうなんよな。ただの関西人だよな。ノリが発生したらそっち行っちゃうねんな。そうなんですよね。俺もスカイプチャンネルやるつもりなかったけど。いや、びっくりしたわ、マジであれ。聞きたいな、ここで聞きたいな。だからさ。しーちゃん聞きたいな。うざすぎるマジで。いかれてるよ。その声で何人と付き合ったんや、塩吉。何人で付き合ったんだ？ちなみに何もなん。今までってこと？2人ぐらい。いたことあるよ。これね。プライドを一旦守っておくとね。それだけは言っておく。プライド、大事。なるほど。これは言っておきます。今は？やばすぎ。今いるわけなくない？いるやつがこんな時間まで起きてへんもんな。じゃあもう将来の夢とかないんすか？いや、それはもう配信生きがいかなぐらいかな。ああ、いや。単純な疑問なんですけど、塩吉さんって塩吉っていう名前なんですか？なんか塩田よしおみたいなさ、その略称なのかっていうなってずっと思ってて、もじってるよそれは。いや、何を言うとんねんっていう顔してんなお前ら。してない。いや、本当はお前らなんだよっていう。今もう、まさか入ってる。無理やねんって、ほんまに。あれさ、もう一回貯金聞いといたら。貯金聞くか。貯金。頼みます。貯金を教えてください。黙れ。お願い。何これ。もう本当にもう何でも楽しいっすよ今。何でも聞いたら。何でも楽しいっすよ。あれ何でもラインとかないからね僕には。ない。ないんですか？じゃあライン答えないとこはあるけどね。じゃあライン聞いていいですか？は？課金以外でさ、塩吉さんとかって最近買った高いやつとかってある？なんか急に君たち雑談うまくなった？何が？こんな質問俺君たちと関わってて、こんなめっちゃ雑談っぽい質問こんなに達成されたことないから。ここは何でも聞いていいって言うから。高いやつはね、もう本当に直近ではあったよ。このオーディオインターフェースが短すぎ。でしょでしょ、それかなって思った。この箱何？この箱何？かっこよくないセリフばっかりやったら全然吐けるけどな。じゃあなんか一言くださいよ。意味がわからない。かっこよくないセリフいくらでも言ってたから。ここのいるみんなに一言。かっこいいセリフ。ここのみんなに一言。そう、ここのみんなに一言。なんで配信外の方が難しいお題飛んでくるの？配信では難しいことが言いたい放題なんだ。めっちゃ嬉しい放題と思ってる。オーマイガー。バレへんもんな。怒られたら謝ればいいし。じゃあかっこいいセリフまで。3、2、1、はい。いや、いいと思う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 。やめて、いいと思う、やめて。いいと思う、やめてください。もっと批判してくれ。おい、ゴミゴミって言わないと。ゴミゴミゴミ。受け入れるな。いや、いや、割といいなと思った。いいと思う。悲しいな。すごい心に刺さる。受けることもなく、あーって言われて。一番きついやつね、これ。刺さるわ。危ねえ、配信内でやらんくてこれ。そこのすずねのアイラー。すずねのアイラー。すずねのアイラー。誰だ間違えたわ。動揺が見えているぞ。大丈夫か？うるせえ。サイコパスなの？サイコパスじゃない。白銀の鳩はサイコパス。白銀の鳩。セレソンじゃなくて。白銀。あ、塩ヤシはサイコパス。あ、塩ヤシがサイコパス。なんで俺が来てるんだこれ。おい、おかしいって。今のハトさんが責められるターン。ごめんごめん。今日のターゲットは塩ヤシってこと。今日のターゲットは塩ヤシさん。だから塩ヤシさん攻撃しなきゃ。あ、じゃあなるほどね。じゃあ一回話して。集団心理怖。好きな色なんですか？Sか M だったらどっちですか？猫灰色派どっち？一つにしろお前ら。塩よしの色だろ。好きな色何？そんな聞きたくない。わからんし俺も。青とか赤とか紫じゃないですか？だからありったけの身長があるんだよあそこに。ありったけの身長かき集めんのか。ありったけの。うわなんか電話来てる人いる。かき集め。これはタイマーというやつですね。ああ、なるほど。タイマーなんてな。配信、ここ LINE 置いてたもしかして。57分にタイマーってどういうこと？ということは、これで、ここで企画が終了しましたということで。ごめんなさい、ごめんなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。すいませんでした。すいませんでした。はい、企画です。ですね、はい。企画？あ、ちょっと待って、まず、言っとく、アシベ君は本当に何も知らない人です。本当に知らない。はい。何も知らない人です。はい。で、今回のターゲットは塩よしさんです。はい。え？何かったらの時間もしかしてこれ。じゃあ、何やと思う？何やと思いますか？何やと思う？これ。は？何やろ？でも、なんかおかしいのは。おかしいのは、なんか、身に迫った話が多いなとは思ったよ。あー。じゃあ、答えをちょっと貼りますね。貼りますね。貼りましょう。ちなみに動画を回してます。動画回してますね。動画回してます。めちゃめちゃカットやん。はい、こちらです。めちゃめちゃカットですけどね。ちょっとまだね、入ってないんですけど、こちらの画像、はい、はい、塩よしさんのプロフィール帳を作ろうという企画でございます。小学生。このデートすごいいいと思うんやけどな。いいけどね。本当にすいません。本当にすいません。本当にすいません。提案者みたいな顔して謝ってるけど、提案者ですか？これの内容を見てもらったらわかるんですけど。見てくださいこれ。貯金額だのなんだの聞いたのおかしいなって思いません？おかしいよ。うん。本当にすいません。いきなり名前聞いたのとかも変じゃないですか？いやでもなんかドッキリと思わんかった。なんかそういう冗談言ってのかなぐらい。マジで気づかんかった。こんなんなんかドッキリ仕掛けたってことでしょこれ。初めてやられた俺。これ聞いてるのってどうなんだよ。こちらこれですね。皆さん5個ずつ質問割り振られていて、答えしよしさんが答えた場合1点というふうな感じで勝負しておりました。いやね。いやマジで猫入る派もうちょっとだったな。いや、全然聞けんかった、マジで。すいません、本当にすいませんでした。しおゆさん、あれ、おかしいと思いませんでしたか？いきなりひなたよりからエイペックスに誘われて。いや、そうなんですよ。いや、このサーバーにも言われて、一体何なんだろうと思ったよ。このサーバーで、なんか、一回しおゆさんになんか仕掛けたいよねって言い出して、俺だったんだ。あゆらさんが、なんか、こんなんどうって言って。うんこれ全然嘘ですけどね。でもなんかことの発端はなんかあれ金鉱山に行こうっていう話をしてて、あ、そうだそうだそうだ。それはそう。金鉱山に塩井さんを金掘らせたいんだよねみたいなのを鳩さんが言い出して、それは無理だからドッキリでもしようかっていうので、あ、ちょっとその夢叶えらんないなでこれすごい変わるな企画。もうなんかいやネットの友達の作り方多種多様だなと思いながら受けてたこの質問。本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。はい。本当にすいませんでした。多様性として受け入れられてた。